鉄ギリギリまで引きつけてください。 力を貸してくれ。ようデカブツ、待ってたぜ、この瞬間をよ。 諦めるのは早いよ、ウズメ。待たせてすまない。少々準備に手間取ってしまった。それってどういう、この光、そしてこの力、これってシェアエネルギーだ。けどなんでこんなにシェアがあるの。もしものため、 保険をかけておいて正解だったよ。ふみお、どうしてここにいるの。ここにいるのは俺だけじゃないよ。君を慕う全てのモンスターがここにいるのさ。それもみんなが、シェアクリスタルを持ってね。避難したんじゃなかったんだ。黙っていてすまなかった。少々シェアクリスタルの探索に手間取ってしまった。 光のカズだけ記憶虫をスライムが撃ってるのと、それはそれでちょっと気持ちが、まましいシェアの光め。シェアクリスタルだけではない、俺たちのウズメへの思いを打ち消せるものなら打ち消してみるがいい。 僕たちのシェア使ってください。いつも僕たちの代わりに痛い思いをさせてごめんなさい。一緒に戦えなくてもシェアを送るくらい僕にだって。娘さん負けないで。何これ、エビフライたちの声がたまに。
の心に響いてくる。きっと娘さんの仲間たちの思いはシェアエネルギーに乗って流れ込んできているんです。みんな、ウズメ、いつも君にばかり戦わせてすまない。だが今は俺たちも一緒だ。水先案内人はこのネプテューヌが引き受けた。よし、落ち着いていこう。マルチプルビームランチャー、一気に決めさせてもらう。コンビネーション、くるくるドリーム、いくよ、とりゃー、ふんにゃー、シェアを受け入れろ。きたきた、それぞ二刀流の神髄。もう迷いはありません。
気に決めさせてもらう。クロスコンビネーション。娘の番だね。
クロスコンビネーション。もう迷いはありません。俺たちの勝利だ。やったやったよ、海よ。今度こそ本当に勝ったんだよ。でもまさか最後の最後にお姉ちゃんがこっちの世界に来るなんてびっくりしたよ。イースがパッチでアップデートされたおかげで次元を超えるゲートを作れるようになったんだ。条件はシビアみたいなんだけどね。でも、決戦前にイースのアップデートと再起動が間に合ってよかったよ。うわぁ、小さい私、かわいい。そういうあなたは、大きい私。私って、大きくなるとこんな風になるんだ。よかった。身長だけじゃなくて、ちゃんと胸も成長してるみたいで安心したよ。にしてもネプッチが2人並んでるってのも不思議な光景だな。ですね。こうしてみると本当にそっくりです。でもどう呼び分けしよう。さてこの空間もそろそろ消えかかってるし、さっさと元の空間に。あーっと待って、ウズメ、ストップストップ。お、なんでだ。実はこの空間が消えちゃうと私もネプギアも元の世界に帰れなくなっちゃうんだ。お姉ちゃん、それってどういうことなの。しかもこのゲートってさ、開くだけじゃなくて維持するのにもものすごい量のシアエネルギーが必要なんだ。お姉ちゃん、プラネティオムのシアは大丈夫なの。大切な妹とお友達のピンチだもん。もったいぶってられないよ。減ったシアならまた貯めればいいだけだしね。なるほど。シェアエネルギーで構築されたこの空間が消えてしまうとゲートも閉じてしまうわけか。そういうこと。だからのんびりしていられないんだ。そうか、もう少し一緒にいられると思ってたけど、別れってのは急に来るものなんだな。なんだよ、そんな顔するなよ。出会いあれば別れありだ。それに本当だったらあの時にギアッチは帰っていたはずなんだ。なのに今まで一緒にいてくれたんだから、俺としては十分楽しませてもらったさ。それにお互い女神なんだ。今生の別れってわけじゃあるまいし、いつかきっとまた会えるさ。そうですね、いつかまた会いましょう。ああ、約束だ。それではゲート開きます。これでようやくこの次元ともおさらばだぜ。うわ、何この蝶。てかこの声まさかクロワールなの。悪かったな、こんな姿で。俺だって好きでこんな姿してるわけじゃねえよ。けどこんなお騒ぎ起こしたんだから自業自得だよね。少しは反省する気になった。反省も何も、俺はただ面白い歴史を記録しようとしただけだっつうの。反省の色なし。これはお仕置きが必要だね。誰がお前らにお仕置きなんてされるかよ。
それじゃあな。ちょっと逃げ足早。ちょっとクロちゃんってば。置いていかないでってば。まるで嵐のような二人だったね。あ、そうだギアッチ、これ本当にもらっていいのか。もちろんです。もともとそれはうずめさんのものなんですから、うずめさんが持っていてください。そうか、じゃあありがたくもらうぜ。あ、そうだ、今回は諦めますけど、次に会った時こそはうずめさんの椎茸嫌いを直してみせますから。なら次にギアッチと会うまでは、間違っても椎茸好きにならないように椎茸を食わないように気をつけないな。それじゃあ娘さん、そろそろ私たちも行きますね。今度こそ本当のさよならだね。だな。また会おうぜネプチ、ギアチ。はい、また会いましょう。今度こそ行ったようだね。みたいだな。まったく、君はいつも無理をするな。仕方ねえだろ、あのデカブツを倒すのに。あれでもシェアが足りなかったんだからよ。だからといって自分の中に蓄えられているシェアまで使うとはね。おかげでこの通り指一本動かせやしねえよ。またか。約束してしまった手前、しっかり復興しなきゃな。今までとは別の意味で忙しくなるな。ああ、ネプッチの国に負けないくらいいい国にしないとな。なあ、ウミオ、まだ付き合ってくれるか。何を今さら。君が望むなら俺はどこにでもついていくさ。君と同じ夢が見たいからね。なら、またよろしく頼む。こちらこそ改めてよろしく頼むよ。さて、まずは何からすっかな。